はい、毎度。ではですね、今回も、僕の独断と偏見にはなりますが、車の下回りの方を見ていきながら、いろいろなお話をしていこうと思いますので、また話半分でお楽しみください。では今日はですね、レクサス ISF でございます。はい、ということでですね、この ISF の方を今から見ていこうと思いますが、まず下回りの前にね、この特徴的な4本ね、これがまあ ISF の証拠かなと思いますけど、 ISF ってすごいの分かる？分からんね。ですね、 ISF って、IS っていうベースモデルがあるんだけど、それの F っていうグレードというか、まあスポーツモデルにはなるんだけどね、この4本出しのマフラーからも分かるように、標準よりもスポーツ性能を重視して作り上げている車になります。じゃあ何がすごいのっていうと、まあ一番の違いは、この IS のコンパクトなボディに対してゴリッターっていう、とても巨大なエンジンが乗っかっているっていうところ、まあそんな辺を感じながら、見ていこうかなと思います。ちなみに F の意味っていうのが富士スピードウェイの F なのね。富士スピードウェイの F？ そうそう、富士スピードウェイの F だから、まあその辺とかも感じてもらえるようなマシンだとは思うんだけど、まずこの後ろ回り見ていきましょう。はい、リアディフューザーがビシュッとね、これちょっと整流に良さそうなディフューザーがついて、しっかりとここのところにカバーの方がかかってます。まあただやっぱりこの太鼓がね、大きいね。やっぱ5リッターもあるやつをこうきちんと消音させようと思ったらこういう感じになるんだろうね。でまああとはこの大きなリアタイヤ、太いリアタイヤが、まあ、やっぱりこうパワーの大きさっていうのを物語ってるんじゃないのかなと。であとはこのねマフラー、見た感じわかる、この薄べったくなってるのが、ね、これが、まあ、やっぱ最低地上高、ここのグランドクリアランスを稼ぎつつ、そのやっぱり流れてくる排圧と排気の量がやっぱり多いから、それをこうどうにか、クリアするためにこのオーバル形状になってるんじゃないのかなとは思います。で、あとこの下回り見てた時にこの絵がデフね、割と大きめのデフがついて、で、まあ、日本車には珍しくこういうフィンがこういっぱいついてるところも見ると、デフクーラーとして役目を果たすためについてるんじゃないのかなって思うのと、あとは多分マフラー自体も割と重さがあるんだと思うから、これね、吊り革が2つになってるよね。割と今までのだったらこう1つの組み合わせっていうのが多かったけど、2つの組み合わせになってたりとかします。であとはもうこのね、こういうところにもこう空気の流れを気を使った、こういうプレートの方がついてたりします。ただまあどちらかというと、まあ、前に撮ったねクラウンのアスリートとか、その辺とまあ同じような年式だから、同じような、まあ、似た感じの足回り構成っていう感じはします。まあ、特にこういうね鉄のアームとかを使ってるあたりが、やっぱりこの辺が、レクサスといえどもトヨタさんの、作りっていう気がします。あとはまあただこういうナックルとかはねアルミでできてるけどね。はい、であとはやっぱ気使ってるなって思うのが、やっぱこういうマスダンパーね、こういう振動を打ち消すようなダンパー系がこうついてる。でほらこっちもついてない、これはもうあのトヨタのクラウンの時と同じだね、必要なところに必要な量をつけるっていうやり方を感じます。はい、でそのまま前側にズズッと行くんですが、まあこういうね振動が、伝わりにくいようにするためのゴムダンパーもしっかりと入って、遮熱のこういうやつもしっかりとやってます。でズドンとこのマフラーが来るんだけれども、マフラーもここもオーバルになってるんだよね、形状がね、ただの丸じゃなくて、これも地上高を稼ぎつつ、しっかりとっていう感じになってるんじゃないのかなとは思っております。でそのままズズッといって、まあ、こういうね補強バーっていうのがねこう入ってるね、要所要所にね。でそのままこうバッとカバーが来て、ここにこんだけ太いのよマフラーが。すごいよねこの太さって、どれぐらいなんだろう、こんなだからね本当に。やっぱこれが、5リッターっていう排気量を感じるとこかな。あとはまあ、まあ、ISF 確かにエンジンもすごいんだけど、個人的には一番すごいなって思うのはこのミッション、
何がすごいかっていうと、まあ、今でこそ珍しくなくなっちゃったけど、まあ、やっぱりそのシフトチェンジのスピードであるとかギア固定、そのあたりがすごくこう速いで、なおかつ発足あるっていうので、まあ、当時はやっぱすごいなと思ったんだね。で、まあ、DCT って言ってその前に、説明したことこれはないか、DCT って言って、そのクラッチを使って擬似的に、こう人間がやってるシフトを、機械にやってもらうっていうタイプじゃなくて、昔からの、トルクコンバーターっていうのが入ったタイプの、エンジンミッションになってるんだよねこれは。でそれの何がいいかって言ったら、あの、まあ、DCT のモデルに乗ったことある人だったら分かると思うんだけど、 DCT モデルって基本的にクリープがない。クリープって言って要はそのブレーキを離したら勝手にこう車が前に進んでいくってやつね。これがあるとやっぱり日本ではこうちょこちょこの渋滞とかが多いから、とてもいいんだけど、やっぱ DCT モデルはちょっとそれがない。まあ擬似的に作ってるやつとかはあるけど、まあやっぱそれがちょっと難しい。それがこのクラウンの、クラウンじゃなかった、この ISF の、このミッションっていうのはトルクコンバーターって言って、そのクリープを生み出すやつを使って、なおかつその速いシフトチェンジをっていうところで、その普段乗ってる時の安定感と、走りの良さっていうのをすごい高次元で両立してるっていうのがこのミッションの、まあ、すごいとこじゃないかなと僕は思ってます。まあ、乗ったことある人はね分かると思うけど、本当よくできてるんだよね。だからもうあの普通に乗ってる分にはちょっと足の硬い、なんかやたらトルクの大きいクラウンだからね、全然こうあのギクシャク感がないっていうね。当時出てた、だから3号の GTR とかその辺と比べてもすごいジェントルだったよねやっぱり。まあただそのジェントルなものを求める人がこれを買うかって言われたら、まあ、分かんない話だけど。であとはこの辺も、クラウンの時見てた感じと一緒だね。こういうナサダクト付きのね、こういうアンダーカバーがずっとあって、でこのトヨタさんは優しいから、こうやってオイルのドレンボルトっていうのがちゃんと見えるところにあって、でここのカバーがね開けたら、オイルのエレメントが交換できるようになってたりとかはします。であとはこの足回り関係も見てもらっても、やっぱりこう太いね、しっかりとした鉄で作ったロアアームに対してアルミのナックルで、キャリパーがでかいよねすごくね。このねでっかいキャリパーっていうのがやっぱりハイパフォーマンスモデルの証な気がします。ただマウントは普通の A マウントだけどね、ブレーキの、はい、でこういったところの前側の処理に関してもしっかりとアンダーカバーとかを使って、作っています。でこのアンダーカバーの上にはそのボリッターのエンジンが鎮座しているっていうような状態です。でこの、まあそうだ、これちょっと分かりやすい位置についてるから見ていこうと思うんだけど、これはあの車運んだりする時のローダーの上で車を固定するためのフックポイントになります。まあ、割とこういう風に珍しくちゃんと見えるようについてるから、でこれをフックポイントを下にこうギュッと引っ張ることによって車体を落ち着かせるのね。まあ、牽引フックっていうと前側の方についてるようなイメージがあると思うけど、それは牽引をするための引っ張るためのフックで、これは車載車の上で、例えば新車とか移動させたりとか、あとはこうその後例えば車に乗せてどこかに運ぶっていう時にここのフックポイントに引っ掛けるとより安定するよっていうポイントがあったりはします。はい、ということです。ということで、ISF の下回りでした。はい、下回りから見る分にも、やっぱりこうトヨタさんの車作りっていうのをやっぱりこうレクサスになってもやっぱり感じるなっていうところはあります。なので、まあ、やっぱり乗ってても、レクサスっていう乗り味っていうのと、トヨタっていう乗り味っていうのの違いはやっぱりそのどんだけコストをかけてそのコストのコントロールをしていくかっていうところなのかなに尽きるのではないかと思いました。はい、では、こんな感じでまたいろんな動画を上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。